強い引きでルアーマンを熱くさせるターゲット、シーバス。今回はソルトルアーゲームに鈴木かおるちゃんが挑戦するぞ。海でのキャスティングが初めてなので、まあそれはちょっと不安もあるんですけど、まあいっぱい釣りたいなっていうのが一番目標です。なんか名前も一緒なので釣れたら嬉しいなって思ってます。そんな鈴木さんが訪れたのは横浜市新山下。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。教えていただくのはアイランドクルーズ船長の家田重弘さん。シーバスをはじめソルトルアー全般に精通する頼れる案内人だ。早朝4時半、2人は港を出発。今日行くところはどっちかっていうと何もないところかな。あとはちょっと遠くに投げて巻いてくるような。新山下から出船し東京湾へ出ていく。一人での聴講に不安だったカオルちゃん、実は前日に家田さんと練習を行っていた。やってきたのは横浜市中区の横浜フィッシングピアーズ。土日はたくさんの釣り人でにぎわう海釣り施設。投げれる？スピニングタックルって言うんだけど。はい、一度やったことがあります。ありますか、はい、じゃあ一応確認だけもう一回やりますね、はいではい、最初は竿先から 20-30cm ぐらいのところにルアーを持ってきてもらって、はい、そこから、まあ、基本2本指で持ってもらって、はい、人差し指のこの腹にかける感じで糸をかけますね、はい、ここで関節に、ね、入れちゃうと引っかかっちゃうから、はい、なるべく指の腹に乗せる感じで指の腹押さえてもらう、はい、で上から投げるときはボートのてか、まあ、シーバスのルアーは結構重いルアーが多いので、はい、片手で投げるよりは必ずエンドを手で持ってあげてください。両手で、はい、で上から振ってエンドを必ずエンドの手を離さないですね。こっちは離さない、離さない、はい、で指だけ広げる感じ。ここを離すだけ、はい、指だけパッと離す感じですね、はいはい、ちょっと一回投げてますね、はい、わすごい音がですね。基本となるオーバーヘッドキャスト、これは必ずマスターしたい。今日なんかは、はい、特にそうなんですけど、まあ、海見てもらったら風がすごい強いじゃないですか。そうですね、と糸がバーって吹けちゃうんですね、うん、で糸がいっぱい吹けちゃうと、まあ、糸が例えば柱に引っかかっちゃったりとか、はい、あの壁に乗っかっちゃったりしたりとか、あとはリールに巻かれる糸がふわふわ巻かれちゃうんですよね、うん、ラインテンションかかってない時って、うん、そうするとライントラブルの原因になるので、はい、上から投げた時も必ずサミングをしてあげる。この飛んでる糸を指で押さえてってあげる。そうすると糸が余計に出ないので、はい、うん、この出る糸を触るか触らないかで指で広げてあげる、うん、もしくは投げてない左の手で押さえてあげてもいいです、こうやって、うん、ちょっとブレーキかける感じ。こうすると余計な糸が出ないので、はい、これ上から投げる時も下から投げる時も必ず投げたらラインをサミングするっていう、まあ、中指でもいいし人差し指でもいい、左手で、はい、使ってないけどこう軽く触ってってあげてもいい。基本的にはこの上から投げるオーバーヘッドをメインでよく使います、はい、で、場所とか例えば人がいるとかだと下からアンダーで投げますよっていうのも使う時があります、はい、だいたいこのオーバーヘッドか下から投げるアンダーキャストかのどっちかですね、はい、次はアンダーハンドキャスト。アンダーハンド、はい、下から投げるですね、はい、この時も同じです。必ずエンドを持ってあげる、はい、で下を下から上に振り上げてあげるんですね。一回投げてみますね、はい、わすごい。ボートキャスティングでは多用する機会が多いのでできるように練習しよう。糸を拾ってあげる。で、はい、まあ、同時にベールを開けてあげます。でこの時に指の遠いところで拾っちゃうと手前にベールが来ちゃうから、はい、できるだけ右手の人差し指の方の近くで拾ってあげると手前が広く広くから、はい、でアンダーの時もアンダーの時はね少し上から構えて下で一回止めてあげるんだよね竿、うん、と竿がギュッて曲がって前に出る。これを使って投げてあげると比較的投げる、はい、竿の反発力と、うん、あとは反動手の力と両方うまく使ってあげると、はい、より少ない力で遠くに飛ぶか。
少ない力である程度飛んだ方が結果的に見たら物を狙うときに狙いやすくなります。カオルちゃんも実践練習。うまい。そう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 。この指拾わない。綺麗に前へキャストできていますが、テイクバックが大きすぎるので家田さんからワンポイントアドバイス。振りかぶりすぎちゃうと、はい、でも後ろに物があったりすると後ろの物に引っかかっちゃうから、あんまり後ろに振りかぶるよりは時計で言ったら2時と10時で振るくらい、2時と10時で振るぐらい、はい、竿は後ろに下げすぎちゃうと後ろの物とかに引っかかっちゃったりとかしちゃうから、あんまり下げすぎないで、あんまり下げすぎて一回後ろで止めてから前に出す。はい、このくらい、そう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 、ギュッと止めて、止めた後にさ、竿がグッと後ろに引っ張られるでしょ、はい、そうそう、引っ張られたら前に出すから、そう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 、オッケーオッケーオッケー、ビューンって、あの竿を振るのは2時10時なんだけど、はい、最後の手は目標物に向かって手をまっすぐにしてあげた方が自然だし、はい、まあ、外から見た感じも綺麗だから。今どうなってましたか？手止まってた。なるほど。2回目のキャスティングということもあってか、すぐにコツをつかんだカオルちゃん。しかし明日は揺れる船の上、果たしてうまくできるだろうか。まさかの。港を出発したボートは沖で鳥山を発見。このチャンスは見逃せない。家田さんからの提案でシーバスに行く前にまずは海の魚の引きを体験することに。投げて、はい、ちょっと待ったら巻いてきちゃっていい？はい。あ、後ろ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 、あ、投げた投げた、ボールしてるボールしてる、投げていいよ、巻いていいよ巻いていいよ、どんどん巻いていいよ。食わないか？昨日練習した甲斐があり、天井でもキャストは心配なさそうだ。食わない？どんどん投げちゃっていいよ。はい、いいよ。バイブレーションプラグを鳥山付近へキャスト。今にも当たりそう。オレンジ色のルアーが釣れるのか。しかしなかなか当たらないと思ったら家田さんに何かヒット。あ、落っこちた。わかし、これブリの赤ウオ、ワカシっていうの、逃がします。10キロになる魚ですからね。全国で呼び名は変わるが、関東では35センチぐらいまでをワカシと呼ぶことが多い。カオルちゃんも早く魚の顔が見たい。広範囲を何度もキャストして巻き続ける。あ、来た。来た。負け負け負け。あれ。左側に降りてこようか。竿を左側持ってこう。お、抜いちゃおうか。せーの。オッケー。わかし。自分で釣り上げた。記念すべき一匹目。わかし、わかし、わかしです。これ10キロになる魚だからね。大きくなったらすごいですね。美味しくなりますね。じゃあ元気なうち逃がしてあげる。はい。自分で逃がすと下降りてきて、でその一人が引っ張ったら落ちるから。お、早い。お、すぐ行っちゃった。小さくても海の魚の引きは強い。ソルトルアーフィッシングの面白さに熱中していくカオルちゃん。釣れ。
4回ぐらい当たったよ。連続バイトでかかったが、魚が少し違うようだ。違うんじゃ、あ、外れちゃった。あ、また来た。あ、違うの、また来た。あ、おいしょ、サバー。お、前も釣れた、彼女釣れた。これ一発でいいんですか。三好川でもヒット。一人で取り込めるか。入れちゃおう、入れちゃおう。あー、重た。あ、大きい、すごい重たかったです。グーって引いて、おお、重たかったです、さっきのより全然。いや、俺も釣れたぜ。すごい、サバちゃん。すごい色が違いますね。ね、これはね、ゴマサバかな。か、種類が違うんですか。そう、こっちもゴマサバかな。あ、一緒だけど、若干緑っぽいのと青っぽいのと。いやー、美味しそうだね。食べちゃう。じゃあ逃がしちゃう。じゃあ逃がそう。はい。すぐやろう。まだ餌食ってから。いっぱいいる。せーの。あ、よいしょ、バイバイ。なんか鳥山ができてたのところに行くのも本当初めてだし、そういうところをあんな間近で見ることがまずないので、すごい興奮しましたね。そこに魚がいるのかと思うと、釣りたい釣りたいって思うし、でサバがどんどんかかった時とかすごい面白くて、ですごい引きが強くて、それもなんか魚との戦いというかすごい力強くやらなきゃいけなかったり、なんか難しさもあったんですけど、すごい楽しみましたね。非日常を経験できるのもアングラーの特権だ。釣りってやっぱさ、ある程度魚を少し釣らないと、釣れる感覚とか、あ、こうやってやって引っ張られるんだとかさ、うん、そういうのが分かんないと、釣りはずっと釣れない釣りしてても上手にならないからね。そうですね、うん、面白みも分からないし、ちょっとやってやっぱ少し釣れて、うわ面白いなって思うのが、はい、また行こうって思えるじゃん。そうですね。来なかったら釣り方を変えるとかもあんまり分かんない、ね、感覚的に全然分かんないんで。あ、また来た。すげー当たるよ。またサバかな。あ、すごい引っ張れる。うわ、すごい。おお、すごい、ジョロ出てる。すっごい。あ、取れちゃった。まだいるよ。いいよ。あ、すごい。さあ、お前出そうか。はい、ゆっくりでいいよ。最後頑張ってさ、起こそう。よっしゃ、よっしゃ。すごい引っ張られました。はい。またサバが釣れました。大きいですね。模様綺麗だね。はっきり模様が出てる。嬉しいです。でもいっぱいかかって、手首がグーって引っ張られて痛いぐらい引っ張られました。その間にも家田さんに来た。戦場は入れ食い状態。サバは引くね。あ、また来た。お、また来た。さあ、起こしな。重たい。重たい。おいしょ。サバがいっぱい釣れますね。やりとりにも少し余裕が出てきたカオルちゃん。せーの、おっこいじょー、頑張れ。すごいぐんぐん引くでしょ。すごいです、ね、スーパーに並んでるのはこんなに綺麗なんで。本当ですね。生きてる時はすごい綺麗だし、こんなに強いと思いませんでした。だよね、引っ張るよね。引っ張りますね。よし、じゃあ逃がす。はい、逃がします。よいしょ。朝の短時間でいい練習ができたカオルちゃん、次回はシーバスを本格的に狙っていく。小さいけど嬉しさは大きいです。